ご自宅個人のうちに、まあ、車がありますと。で、その車にはカーナビがあります。でそのカーナビにはワンセグ機能がついてます。で今年の7月か8月ぐらいに集金人が勝手に人の敷地内に入ってきてね、中見て、車の中見て、あんたテレビなくてもカーナビ持ってるから金払えと、まあこんなことを言ってきたので、まあその主である奥様がムカッとしてですね、なんでそんなので払わなきゃいけないのよって言って、契約書をここと押してきたんで、次返したら集金人が訴えてやるって言って、逃げて帰ったと。まあ帰ったと。で向こうが訴えてやるって言ってるのに訴えてこないので、こちら側が訴えたと。でまあその NHK の集金人がやった行為についても NHK は認めてるということで、今争いになってるんですけども、まあ NHK の主張としたら、自宅の車庫ですね、まあ普通に車庫って言っても集金人が出入りができるようなところですから、ちょっと僕も現場は見てないんですけど、ガレージとかじゃなくて柵も何もなくて、一般人が普通に入っていけるような青空駐車場だと思うんですが、そこでは映らない。ただその周りに行けば映るということを NHK が言ってます。だから、契約が必要だと、女性の裁判長が。でね、勝てると思いません？あれなんか反論したら勝てると思ったでしょ？間違いなんですよ。裁判所はね、もう私たちを勝たせてくれない。もう絶対勝たせてくれない。もう勝たせてくれないのに、わざわざ反論なんて書くかい。もう負け負け、もうこの裁判負け、もう NHK の勝ちにしてやろうと思います。NHK の勝ち、もうワンセグでカーナビでも受信料払えと判決をね、もう逆に勝ち取ってやろうと思ってます。だってね、だってもう普通ね、家の車庫で電波届かないって言ってるのよ。それで NHK も、あ、すいません、あなたのお家の車庫まで電波届かないのはこちら NHK の責任ですから、契約は結構です、もちろん受信料の支払いも結構ですって言うべきじゃん。なのに NHK が契約の義務があるお金くれって言ったら、裁判所は裁判所は忖度してね、あ、NHK さんの言う通りにしましょうと、こうなるんですよ。もう過去何回もそれやられてるから、もうね、負けます、これは。もう負けに行きます。すいません、茂木の原告のね、奥さん、すいません、負けます。で、負けた後どうするかなんですが、これはね、もう区役所とか市役所とか町役場とか町役場とかひっくり返してありますよ、これ。だってカーナビにね、車のカーナビに搭載されているワンセグっていうのは、消防車とか救急車とかその辺走ってるタクシー、 NHK が広利用してるタクシー、あとパトカーも多分ついてるんですよ。でこれ NHK 思いっきりボケそう思ってて、今国産の多分カーナビ、カーナビにはワンセグつけないと売れないみたいになってるんですよ、確か。この携帯もそうだけど、 NHK はね、この携帯電話やカーナビにワンセグをつけろとメーカーに圧力をかけてるんですよ。でなぜメーカーにそれ圧力かけるかって言ったら、今話題の 4K8K ってあって、その前までは525で525操作線がね、テレビの本数が525です。これがハイビジョンは2倍ちょっとの1125本、 4K っていうのはこれが4000本になって、 8K っていうのは8000本になるんですよ。要は粒子が荒くなってね、顔のほくろとかもうある意味シワまで映るような開発をしてるのが NHK なんですね。でメーカーが普通は白黒テレビからカラーテレビとか、カラーテレビからハイビジョンとか 4K8K って調査研究費を使ってお金を使ってやらなきゃいけないんだけど、NHK はそのメーカーが本来やるべき研究を NHK のは受信料を使ってやってるわけです。だから NHK がそこを負担してくれてるから、 NHK にとって有利なテレビを、テレビとかカーナビとかワンセグを作らなきゃいけないんですよ、日本のメーカーは、はい、だから iPhone はワンセグついてないけども、スマホはワンセグがついてるんですよ。でこれをね、もうだからもうザ・逆手、逆手にとって、で今葛飾区の小学校のね、施設、学校施設管理の課長さんがもう頭抱えてるのは、 NHK と契約しないんですね。小学校中学校の約1000個の教室に、1000部屋の教室にテレビ置いてるけども契約しないわけですよ。でこれ50年前とかに遡ったら、
十数億円の受信料を払わなきゃいけないという試算が出てるんです。でこれ葛飾区だけじゃないんですよね。ほぼ全ての市区町村が NHK と小中学校の契約してないんですね。でもうであればね、もうひっくり返したろっていうのは、まず契約してないことに関してはこちらは追及できないんですよ。なかなかね、その契約しないことによって市区町村儲かってるから。でもその特に、まあ、小学校の教室とか中学校の教室をお金払わなくていいとかあるから、そこはあんまり追及されてもどうしようもできないんですけど、さすがにね、消防車、救急車、パトカー、特にパトカーなんて警察が法律違反するのかって話になるわけですよね。警察がワンセグ機能付きのカーナビをパトカーに乗せてるのに契約しないってなったら、これ全国のパトカー、救急車、消防車で、まあ民間になりますけどタクシー、もうそれだけじゃないですよ、営業用の車すべてってことになりますから。このね、携帯電話はあれなんですよ、そのこいつは会社で持ってても事務所に変えるから、営業マンが。だからその営業マンが事務所で持ってるから、その事務所のテレビと一緒の契約でいいっていうことになってて、その一つの事務所の部屋に全員がこの携帯持ってるって登録するとね、別にこれは問題ないんですよ。ところがカーナビは完全にその車一つ一つに独立した部屋ですから、これはね、間違いなく今回 NHK が勝つと、消防車、救急車、パトカー、タクシー、その他、まあ、バスとかもそうですけど契約しなきゃいけなくなります。で混乱させてやろうと。でこれ混乱さすだけじゃなくて、今受信料のその値下げが30円とか40円とか50円とか、まあ、45円とか言ってますけども、これ要はパトカーや救急車や消防車が遡って受信料契約、受信契約してお金を払うとね、個人の受信料の額がガンと下がるんですよ。だからね、負けますこの裁判ね、わざと負けます。裁判長を負けさせてください。 NHK に勝訴を出してください。この裁判は負けますということで、裁判所の嫌がらせを逆手にとってこれからも戦っていきます。なんか感想ありますか？事の重大さに気づいてないですね。ああ、裁判長もね、 NHK もね、はい、なんかいいとこ続いていったなと思ってて、まあ、前々からやろうと思ったんですけどね、ちょっと遅れただけで。だからね、これでね、 NHK が勝ったら控訴しませんから、控訴せずに直ちに全国のね、私の支援者の皆さん、情報公開請求のひな型を書きます。要はあなたの市役所にもの救急車や消防車、警察はパトカーなど警察車両に、ワンセグ機能付きのカーナビは何台ありますか、まあ、何台の車がねありますか、であるんだったらそれは NHK にいくら受信料払ってるんですかと。それはテレビはあります、車はあります、でも受信料払ってませんって来たら、なぜ契約しないんですかと。楽しいですね。あと何かありますか？いいですか？あ、リースの場合はどっちかは分かりません、はい。まあ、それはもう使用者だって、リースの場合でね、リース会社が払うのか市役所が払うのかっていうのは、またそれはそれで NHK の主張を聞くしかないでしょう、はい。まあ、どっちにしても払わなきゃいけない、どっちかは払わなきゃいけないんで、まあ、ワンハルと一緒じゃないですか。レオパレスと一緒で、どっちでもいいから、どっちかが契約したらいいっていう、また曖昧な、はい、なんかありますか？大丈夫ですか？